見逃し短いラジオちゃんまでございます。ノーミルク佐藤です。お願いいたしま す, いしますということで、いやーくれていきますね。くれるくれるとは聞いてましたけどもね。いやーくれるね。こんなにもくれるかねと。あでもありますけども、火の用心ということですけどね。そうだね。いや森保監督のお話ですね、やっぱりね。いやー、体制が始まるとのことで、続投でございますけれども、ね、素晴らしいですね。いやいや、嬉しいですよ、僕はファンですからやっぱりね。いや嬉しい、うん、本当にもう素晴らしい、ね、でもこう内閣で言いますと、こう組閣はちょっと変わるんじゃないかってことでしょ、うん、変わります、ね、ちょっとどころじゃないってことですね。そうですね。いやこれででも結構大きなことなんじゃないの。そうみたいですよ、ね、で一応だから2人抜けだから、うん、やっぱりあのこう入るコーチは2人なんですかって、あの記者の皆さんから質問もあったんですけど、2人というのは横内さんと上野さんのさん、はい、2人とも監督になりましたね。そうなんですよ、ね、はい、横内さんどこだっけ。横内さんがジュビロ磐田、うん、ジュビロ磐田、で上野さんが、うん、岐阜、ね、岐阜ということで、そうですか、はい、だから2人ですかっていう質問があったんですけど、はいはい、それはそうなんだけど、うん、2人とは限らないかもしれないですね。ニコッとされてましたね。あそう、うん、へー、それ誰だったかな、うん、飯尾さんとかじゃなかったかな、質問する。あ、質問したの、うん、へぇ、飯尾さんちなみにあれなんですよ、まだ、はいはい、その会見が終わった、おそらく絶対その場からだと思うんですけど、うん、見る若にリップくれたんですよ。うん、嬉しい。来年もゲストに呼んでくださいね。いや、来てくだ、そんな中リップいただいたんですね。ありがたいですね。ありがとうございます。日本サッカーの最前線にいながらね。そうなんですよ、ありがとうございます。そうですか。ねぇ、はぁ。すごいのが、ただね、はい、会見がその夕方の5時半かな、はい、からだいたい1時間ぐらい行われてたんですよ、うんうんうん、都内のホテルで、はい、ただその4時間後ぐらいに今度は報道ステーションに古谷さん出てらして、うんうん、ああその足で、そうそうそう、はい、で、あの、いわゆるまたやりますってところと、うん、あの、コーチどうなるのって言われたときに、うん、やっぱり、ね、海外の経験者で、やっぱチャンスメイクすごいできるような方を登用したいなって思ってるんですって言ってて、海外の経験者って言われたときに、あの、いわゆるキャスターの方いらっしゃる。はい。あ、もう、ケースケ本田じゃないの？いや、実はその場にもう、とある人がいたんですよ、まさ。とある人、あ、俺、うん、ってことは、うん、内田さんなんて。ああ、内田さんがいらっしゃるか、報道選手の。なるほどね。そうなんです。うん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 。そしたら森保さんが、うん、もちろん内田さんも候補に入ってますよって。素敵な笑顔で。余裕あるで、もう、ね。森保さんもね。ねえ、内田さんはどんなんて言ってたのそれで。いやいや、そんな今このテレビいっぱいたくさんの方が見てらっしゃいますから、うん、そんなこと言わずになんて、なんか恐縮されてるような感じでしたけど。なるほどね。内田さん的にはどうなんだろうね。今 A 代表に呼ばれるのと、もうちょっとこのなんていうんですか、指導者としての研鑽をこう、うん、アンダーで積む、どっちがいいんでしょうね。自分なんかまだ研鑽積みたいっていう感じが、そんな感じはしますよね。あります。でも A に呼ばれたら断れないでしょ。そうなんです、ね。A 代表ってのは強制力すごいわけでしょ、うん、我々は A 代表でやるって。ね。UFO で、光線で吸い上げられちゃうんでしょ、うーん、つって。あーつって、ね。なんかね、これ、うん、数年ぐらい前から、その、うん、ヨーロッパの経験がある方を、コーチには据えたいねって話が出てたらしいってのを聞いたことがあるんですよ。はい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 。だもしかしたらもう内田さんとかの、まあ、そういうところからもう本当は入れたかったとかってことあるのかもしれないなと思ってて、うんうんうん、なるほどね。そんなにぶっちゃけまだいないじゃないですか、ヨーロッパ経験があって。そうですね、で引退されてる方っていうことはね。そうそう、うんうんうん、あのほら中田浩二さんとかだと、はい、だってヨーロッパの経験あるけど、うん、あれじゃないですか、うん、まあ、鹿島でもガッツリやられてたりするから、ね、うん、ちょっと厳しいだろうし、うん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 、だからあリアルでありえそうなのってやっぱ内田さんとかと、まあ、今回引退された中村俊輔さんとか、うん、あそうですね、うん、確かに、ここら辺しかいないよなと思った、うん、中村俊輔さんはあれでしょ、島一個買ってフリーキック島にするんでしょ。ようこそワコードたちよ。1日1000本の蹴り込みと。ブルーロックと巨人の星とバトルロワイヤル待ってる感じになってるじゃないですか。これを身につけてもらう。これは何ですか？フリーキック妖精ギブスだ。巨人の星に寄せてきたじゃないか、もう。なぜみんな左利き用なんですか？カッ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 つって。まずは食料を探すがいい。しからばつって消えちゃうんですよ。いやいやいや。シュースケーつって。その消える方法を教えてくれよ、なんならもちろんマントに身を包んだ瞬間消えるんですよ、暗闇に。すいません。すいません。そう、違う、そうか。ね、そういうのもあるわけですよね。
そうですね。あとはなんか、もうこの4年間で一つの課題、はい、実は動画でちょっと言い忘れたような気がしたんで、一つ言うと、はいはい、朝のかな、うん、やっぱ明確なストライカー欲しいっていう。うん、はいはいはい。まあ、ペップが抱えた課題と一緒でね、うん、いわゆる、ハーランド欲しいってことですけど、要は。あ、そうか。はい。まあでもやり方はいろいろあると思うんですけど ね、三笘にストライカー不在とか言いますけど、不在ではないじゃないですか。要は、その高いレベルでってことでしょ。そういうことですよ。で、ワールドカップレベルで活躍するストライカーってなかなか難しいですよね。だから、古橋選手をまあ、据えるのか、うんうんうん、まあ、ニュー大迫タイプの誰かが出てくるか、はい、やっぱ大前さん、浅野さんあたりで行ききるか、うん、綾瀬がジルーを聞かされるかですかね。もうちょっと、今年の方が上かな。うん、だ若いところからね、うん、例えば福田師王選手とか大成長を遂げる可能性とかってあります。楽しみでしょ、その辺も楽しみでしょ。うーん、次の4年後はね、そのあたりのパリ世代のやつがストライカーみたいなのもちょっと楽しみだよね。ありえますからね。ね、細山を鈴木優衣とそのあたりも注目になってきますからね。パリいろんな、うん、次のワールドカップでスターになって日本中を熱狂させるやつは今どこにいるんでしょうね、先生ね。いやー、気になる。確かにそれ J リーグチームなのか、ヨーロッパのまだ5大リーグじゃないチームなのか、うん、それともフリーキック島なのか。でもやってんだよ。もう打てないっす。だって俺右利きっすもん。イカルデンイカルデン鉄砲放てみたいに言ってるけど、どこのね、どこの学校にいるのか、はたまたですね。そうだね。そうだ、楽しみだな。だからちょっとあれですけど、はい、正直俺は PK、まあ、カップ戦でね、まあ、取り上げるね、入ってくるみたいなことあるけど、これ以上にできれば J リーグのところにやってほしいのは、その若いストライカーの皆さんに結構チャンス与えてほしいなって、ああ、なるほどね。思いますね。なるほど。だからソロモン選手とかですよね。若いストライカーを何分出さなきゃいけないみたいなルールします？ちょっとあってもいいんじゃねえかなって思うぐらいですよ。20歳、22歳以上のストライカー決めたら2点にします？じゃあ。怒られるかね、フィファにね、さすがに。やばい、ね、やばいね。あ、ただほら、例えばパリ世代以下のストライカーが、はい、で点を決めることができたとか、うん、一定度は出場させられたら、うん、報奨金、例えば50万、100万とか。まあそういうのはでもいいよね。あってもいいんじゃないかなって思ったりは。それ我々に公開しなければ批判されないんだから。そうだよ。内緒ルールにしておいて。内緒ルール。内々でやってほしいな。そうそう、内緒ルールでものすごいお金が動いてるっていうね。謎の采配だよなとか言われながらも。ね。そうだね。こんなことあったら面白いわ。過去でもあったかもしれないですよ。これ公開されてないだけで。エンバペを生むためのルールとか。いや、そうだね。ね。メッシが出てきた裏には何か。そういうのとかあったかもあんないよ。そうだよ、そりゃ世界だってそういうことやってるじゃん、なんか。なんかね、うん、パッと出てこないけど今ね、なんかあったんじゃない。いやほら、なんか世界ってさ、まあさ、はい、皆さん、はい、高校のサッカー部みたいなのがないじゃないですか。ああ、そうですね、みんなクラブレベルだから。そうそうそう、日本と韓国とアメリカだけそういうのが特殊なんですよね。ああ、そうか、うん、はい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 。で、部活サッカーのちゃんとした大会とかまでしっかりあるのは日本くらいなんですよね、うん、全世界で見ても。いやー、これはでも素晴らしい個性ではありますよね。そう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 。うんうんうん、だから、大学経由とか高校経由でいい選手が入ってくるの間違いないんだけど、うん、ただ全世界逆にそれで怒っちゃってるのが、うん、高校卒業した直後の選手たちの試合があまり詰めてない国っていうところも。うん、ああ、その世代はね、確かに確かにそうだ。うん、世界はそこで一気に伸びるから、うん、差がついてるんじゃないかって言われてるので。どうしたらいいのこれは。だ、そこだから、うん、なんですか、うん、新しい島買います、マーさん。若島ですか。いやいや、もっと機会なくなるでしょ、リーグ。何閉じ込めちゃうんですか。間違えちゃった。でもまあね、要はそれが J1 に出りゃいいわけでしょ。J2 に出りゃいいわけだから。そうなんです。前をどかす世代の強さを身につけるっていうのが一番。あれだし、使う方もね、うん、使っていくっていうことなんですかね、うん、どうなんですかね。本当なんでしょうね、うん、結局は。もちろんそれがね、一定度合いのレベルにもすでにあってってのもあると思う、うん、ね。まあでもね、一概にあれでも、だってね、薫三笘だってやっぱ大学文化から出てきてるわけでしょ。そうだね。今やブライトン世界を切り裂いてるわけでしょ。そうなのよ。筑波大からね。そうなのよ。の時間で過ごしてるわけだからね。
そうだね。関東大学リーグ捨てたもんじゃないでしょ。すごいことだよね。すごいことでしょ。ね、うん、うん。思えばまず知ってます？なんでしょう。今、うん、あの、三笘選手、うん、あの、ドリブルの成功率か。はい、この間すごかったよ、だって。タッチ数とか。うん、あの、生涯のベストプレー数みたいだったよ。生涯ベストプレー映像みたいだった、引退の時の。でもユニフォーム全部一緒だったから、これ1日の出来事と思って。ね。そう、みたいだったね、この間の試合。サウスアンプトン戦。ね、2、3人ぶっ倒してますもんね。はい。大体ね。ダブルタッチ。これ、誰か、ゲーム、上手い人のゲームこれ、みたいな。ね。確かにね、はい、今ね、ドリブル成功数かな、はいはい、が、トップです。でしょうね。プレミアで。90分間あたりの成功数が、三笘選手がトップ。ああ、すげえなー。ありえない。まあ、あれ以上はちょっと想像できないもんね。あんなドリブルしないもん、近代サッカーって。そうだね。怒られるもん。普通はみんながもう認めてるんですよね。そうですね。そうだよね。最近、ブライトンの公式も煽ってんすよ。いけと。うん。だからなんなら、ちょっと東京リベンジャーズ風にというか、うん、三笘薫止めれるやついるいねえよなーみたいな、そんな感じの英語版というか。はあはあはあ。いやー、すげえ漫画的だよ。薫三笘、ちょっと。そうよね。サッカー人気を支える世界の男になるかもしれないですよね。ですね。ロッペンとかにちょっと、近いっていうか、それ以上ですよ。若いし、かっこいいし。そうですね。だからこっから4年間のサッカー界を牽引していく選手の一人には、もう間違いないですよね。そういうことでしょ？いや、すごいね。テンション上がるぜ、テンション上がるぜ。いやでも三笘選手が4年前にどうだったかって言えばね、まだに誰も知らなかった、誰もっていうかさ、国民は知るところじゃなかった部分も多いわけじゃない？代表選手ではないですし、プロでもなかったですからね。だから4年後の今頃さ、プレミアリーグのテンション上がるぜ、日本人って言ってる人は我々まだ知らないかもしれないってことで、まあ先生は知ってるだろうけど、小学生でも知ってる。中学生でもみんな知ってるんだから、それは知ってるよ。その誰かでしょうね、ですけど。いや、ちょっとフリーキック千葉の選手はちょっと知らないかもしれないな。そうでしょ、そうでしょ、うん。利き足変わって帰ってくるんだから。いや、わかんなくなるわ。左足がもう肥大して帰ってくるんですから。そっか。そうだね。フリーキック島のちょっと離れにはね、コロコロ島っていうのがあって、PK は一日中練習してて。ただ、穏やかに練習してる。やってもいいし、やんなくてもいい。ちょっと俺シャワー浴びてくるから。うん、はい。誰だよ。やっとさんですよ。やっぱりか。うん、やってもいい、やんなくてもいい。うん、結果は自分が。責任ってね、はい。あの人コロコロっていうかゴロゴロしてるぞいつも。ごめんなさいね、なんかね。いや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 。そうですね。俺森谷さんにやっぱさ、第二次政権にやってほしいことがあってさ。はいはい。日記を書いてほしいんでね。日記もしくは毎日生配信をやってほしいんでね。なんか。スパチャとかで集まるじゃん、だって。集まるな。ねえ。もういいから、キャラとしても愛されたいし。なんか、はぐらかす感じもさ、愛されるとか面白く、なんか、毎日やってたらなってくんじゃない、キャラできてくんじゃん。そうです、ね。やっぱ優秀な人がいじってくれるから、生配信というのはさ。なんかね、それでなんか反応があることからだけ、解いていけばいいわけだから、絶対いいキャラになるわけですよね。そこにスパチャマート、それはもう JFA の不正になるわけじゃないですか。そうだね。で、サッカー、今日は何がありまして、こういうこと考えてますみたいな。言ってたことと違うじゃないですか。まあ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 、とか言いながら。ね言いながら。ね本田圭佑さんでいう木崎さんの役、僕やりますよ。面白く言いますよ。ちょっとごめんなさい。言ってることと全然違うじゃないですか、昨日の。って言われてますよ。そうでしたっけ、うん、ってなんかはぐらかしそうですからね。大変でしょうけど、とか、フォローしながら。ね、JFA さんどうですか、毎日とは言わなくてもね、なんかそういう生の声聞きたいですね。そうだね。もしくはね、はじめ日記っていうね。か、ちょっとこれは私もう本当に、うん、もうボケでも何でもなく、ポイチじゃなくてポニとして始めてほしいですね。森安。2として。2みたいなね、こう、2号機的な。
なんで第二期になるからってそんなとこまで言っちゃいけない。モノマネ芸人そろそろ出てきますよ。俺予想しますよ。いやそうだね。森保二出てきますよ。多分。いやいやいや。先生は何期待したいですか。第二次政権。まあやっぱりこの最初の4年間ってすげえ大変な4年間だったじゃないですか。はいはいはい。ほらハリルショックの後で引きなきゃいけなくもなったし、ね、はい、そのコロナとかもあって、いや本当ね、先生の振り返り動画でもうグッときたよ今日は俺はでよく考えてその後にほら東京オリンピックがあったから、はい、フル代表の方の戦術強化って最後1人しかやってないですよ正確に言うと。はい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 。だってね、5人体制、5人交代制になる前と後では全然違うわけだから。そうですよ、そうですよ。うん、やっとこれから森保さんこう腰据えてやれると思うから。そっかそっか、そういう意味でもう一回やりたいってあるだろうね、うん。しっかり4年間を使えるんであれば、本当にやりたかったこと。うん、ねこの。ワールドカップで悔しかったこととかも反撃も、自信も、モチベーションももう倍増してるでしょ。いや、そういうことだよね。やりやすくなってるでしょ、仕事が。間違いないっしょ。ねあ、これ期待できるね。うん。次こそさらなる高みを目指してと、そうですわ、いただきたいですね。もうクロアチアとベルギーとスペインでいいですよグループリーグ。フィファランキングどういうことになってんのこれ。全部ヨーロッパだしね。全部怖い全部怖いね。決勝トーナメント1回戦もうアルゼンチンでもうね、これ怖い怖い怖い。もうワールドカップハイが抜けませんからこっちはね。そうだね。それはいやいや、そんな感じでございましたね。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで今日もサブアカお送りしてまいりました。朝晩、はい、今日もね、動画出てますんで、ぜひそちらもご覧ください。お願いいたします。ありがとうございました。サブアカ毎日続いております。先生、今日もありがとうございました。ありがとうございました。じゃあね、じゃあね、じゃあね。またでーす。